今回のカートップ TV は最新の国産コンパクトの比較試乗、トヨタヤリスとホンダフィット、サーキットで走行性能の違いを徹底検証。ステアリングを握るのはドリキンこと土屋圭一、そして注目美人レーサーの猪爪杏奈ちゃんだ。走行ステージは袖ヶ浦フォレストレースウェイ。走りっぷりのいいハッチはどっちだ。皆さんこんにちは。本日のカートップ TV はなんと猪爪と2人でフィットとヤリスを、猪爪です、皆さん猪爪、はい、猪爪と、フィットとヤリスを、はい、ね、今までこうライバル関係にあったんで、はい、それがどうなのかフルモデルチェンジで、はい、行ってみたいと思います、はい、どうぞ。トヨタヤリス VS ホンダフィット、国産最新コンパクトカーガチンコ比較、 in 袖ヶ浦フォレストレースウェイ。ビッツ改めヤリスとしてデビューしたトヨタの最新コンパクトハッチ、スポーティーなスタイルを身にまとい走りにこだわったモデルとして注目を集める。また車好きには嬉しい6速マニュアルも設定。エンジンは 1.5 リッター直3を搭載、最高出力は120馬力、最大トルクは145ニュートンだ。今回の試乗車にはオプションで16インチタイヤが装着されている。さあ本日のカートップ TV は皆さんがご覧になりたいものを提供したいと思います。フィット対ヤリス。フィットがスポーティーでヤリスはなんか普通のお買い物車っていう感じだったんですけど、両方ともフルモデルチェンジしてどうなったか検証してみたいと思います。まずはドリキンがコースイン。さあそれでは今年はね、コロナで車どのメーカーも貸し出してくれなかったでしょ。そういうのもあってこんな時期になってしまいました。どうなんだろうね、フィット対ヤリス。まあいいライバル関係にあると思いますよ。乗り心地はいいな、しなやかでしっとりしてて。さあそれではタイムアタック行ってみますかね。コロナ自粛が続いてもドリキンの走りはいつも通りの辛口インプレ。ちょっとフロントヘビー、結構ストロークあるな。エンジンも元気よく回ってますね。まあでも面白いけどね、割と動くね足が。ドリキンしなやかな足回りでコントロール性が良さそうですね。立派立派、なかなか立派。ドリキンのファーストインプレッションの評価は上々。頑張ってる頑張ってる、結構頑張ってる。俺はいい車だぞ。なかなか外から見てても車の挙動がしっかり安定しているのが分かりますね。ねえ、立派立派、これ立派、なかなか立派だよこの車。ちょっとこう船みたいに大きく動いちゃうんだけど、頑張ってる、すごく頑張ってる。ベストラップは1分27秒48をマーク。エンジンはもう少しパワーが欲しいかも。怖いところがないね。ちょっとこう大きく動くんだけど、これはやっぱ乗り心地に振ってるんだろうな。あくまで日常走行がメインのコンパクトカーですもんね。ファミリーカーなんだけどすごく立派よこれ。実用車なのに基本性能のポテンシャルは高そうだ。
マニュアルが用意されているのもポイントが高いですね。ちょっとこう動きは大きいんだけどね。だけど怖いところがない。これは立派だぞ。ドリキンの腕がピカイチなのは当然ながら、車が安定しているのが伝わってきますね。これね、足変えただけで化けるね。4WD スポーツの GR ヤリスもぜひテストしてみたいですね。これは面白いかも、この車。これは化けるかもしんないな。これは化けるぞ。安定した挙動で基本車種の良さが伝わってきます。なるほどね、これはいい車だ。これはいいぞ。これね、なかなかレベル高いよ、これ。本当に。これはちょっとびっくりだ。足はね、ふにゃふにゃっていうよりも、しっとりしなやかで、こう、ストロークを大きくとって、女性にはとてもいいと思うね。女性には好感が持てる足回りだと思うよ。だからもう足回り変えて、シート変えただけで、ちょっとこう、スポーツできちゃうね、この車ね。そしてお次はスーパー耐久などでも活躍中のアンナちゃんがアタック。皆さん、まだまだ緊張して評価がたどたどしいのはご容赦くださいね。あ、この 2コーナーも楽々全開でいけますね。車の安定性が高いから全開でいけるんですね。まあ、ちょっとロールは大きいけど。よく旋回するし、立ち上がりのパワーもすごく、立ち上がりよくエンジンちゃんと吹き上がっていくし、フロントもしっかり入って曲がりながらアクセルを踏んでいくと、ちゃんとフロント入るし、フロントがしっかりキビキビっと入ってからどんどんアクセルを乗せていってもぐいぐいフロントで引っ張って、フロントが入りながら登っていってくれますね。アンナちゃんもハンドリングとボディのしっかり感に太鼓判。86に追いついて抜かしたぐらい、コーナリングはすごい楽しい車ですね。軽量ボディもいい感じ。ドリキンも同じ評価でしたね。ノーマルでこれってすごい楽しくなると思います。セッティングしていったらタイヤ変えて足変えて走ってみたい。チューニングしがいがありそう。楽しかったです。なんかもっとスポーツラジアル履いて足ももっと決めて走ったら、もう全然 1.5 リッターの同じ他の車種 のメーカーさんの車と全然勝負できて、多分勝っちゃうんじゃないかなってぐらいコーナリング楽しかったです、ノーマルでも。基本性能の高さは2人とも太鼓判。最近のトヨタは本当にいい車作りますね。対してライバルのピットの仕上がりはいかに。後編をぜひご覧ください。